じゃあそうする？どうしよう、あ、一緒に並ぶ、うん、じゃあこっちでしようよ、うん、あ、どうも、はい、こんばんは、そうそう中マスターのお店知ってしまったから、あったかい、そう、うん、ビールって何ありますか？ビールはコロナとギネスと生と、はい、あ、じゃあどうしようかな、コロナで、コロナ、はい、あ、生にしよっかな、生で、生ごめんなさい、じゃあ私中マスターのお店でーす、つけれないかもしれない、やめます生どうコロナ、うん、はい、え、コロナにするの、うんうん、あ、じゃあ生で、はい、お願いします。2人で配信してるんですか？そうなんです。配信バカなんで。中マスターのお店。ジャケットいいでしょ？ね、え、これウッドバーが中マスターのお店？そうそうそう。カバニア。カバニアっていうお店なんだ。ウッドバーのウッドってどういう意味？木の？木、うん、木だね。木がテーマなんだ。ね、ウッドって木だね。安いんだよな、中マスターの。ね、デートみたいだね。デート、うん、なんか海外に来ましたみたいなね。いくらですか、欲しい。あ、これ、わかんない。リスナーさんが、あ、リスナーさんっていうか、シルバーの X さんが、なんか20年前に買って、20代の時に買ったけど、一回も着てないからあげるよって言って。これ？そう。ね。そう。なんかスーツみたいなジャケットで、だからいくらっていうか多分ね、そのなんだろう、20年前に買ったジャケットだから、そのメーカーが存在するのかとか、そういうレベルだと思うよ、うん、いくらかもわかんない、ただ本革だから結構高いと思うよこれ、うん、高い、うん、高そうだよね、うん、うん、いい人だよ、和藤さん、うん、本当、うん、いい人だよ、悪い人だよいい人だよ、でもね、2人でコラボってね、初めてだね、初めてだね、そういえば、ねえ、うん、今まではなかったのが不思議、ねえ、なんか今日あったかね、え、そのなんかさ、革ジャンタイプ、革ジャンは多いけど、こういうスーツみたいな仕立てになってるのって面白いよね、うん、深夜の人の嫉妬がす、嫉妬する、うん、あ、なんかドルさん体調悪くて、なんかあれしょ、病院行くんでしょ、うん、ねえ、あー、ねえ、久しぶりだね、リスマンね、うん、毎月取んなきゃ、毎月取ってたのよ昔は、うん、ね、9月始めてから10ヶ月取ってたんだけど、うん、なんかほらコラボとかやったりとかさ、うん、なんか仲間内で取らせるようになっちゃって、 あったよね、そう、それで慣れちゃったんだよね、なんか仲いい人が多いゲームみたいになっちゃって、うん、でもさ、去年の暮れからもうみんなこだわらやらなくなったね、ね、リスナーにもうこだわらなくなった、そうそうそう、ね、狙って取るっていう戦いがダサいみたいなね、ないよね、風潮になって、そうだったら、ね、たまたま取れたがいい、いいよね、やっぱ自然に取るのが一番いい、だって前なんか私もだからね、24時間中20時間ぐらい配信しててさ、2位とか、もうバカバカしくなるの、ちょっと配信でさ、金使ってさ、そうそうそう、1万円以上かかってさ、そう、ね、リスナー取れなくてさ、で、ざまーとか言われるとイライラするしね、う、うん、頭きたもん、本当にそう、うん、だから楽しんで取れたらラッキーぐらいが一番楽しいんだよ、そうそう、同じメンツがバカみたいじゃん、本当子供じゃねえんだからみたいな、そう、だから配信初心に帰って考えてる人多いよ最近、そのリスナーさんと普通に楽しい配信するんだっていうことを言ってる人多い、うん、ま、もうね、に嫌になってる人多いよ、金稼ぎでバカバカしくなっちゃって、うんうん、これ配信なのみたいな、ね、結構もうね、リスナーの方もさ、アイテムもね、シビアになってきてるし、うん、あ、シビアになってきたよね、うん、慣れちゃうよね、うん、愛子さん、ね、やっぱ下の方になっちゃうんだよ、うん、なっちゃうこれね、これね、惜しいよね、うん、なんか浮く、こういうの、そうそう、うん、さ、浮かせる、なんか なんかね、なんか、うん、そうだね、こういう構造、だからこのぐらいが、そう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 、ここそうすると見やすいんだよ、いいんだよ、でもこうなっちゃうんだよね、こうなっちゃうんだよ、うん、これさ、分かった分かった、ちょっと危ないかな。これね、ゴムかなんかで切ってあげたいな。
難しいか。本当はね、こういう風な感じなんだよね、うん、だから高さが足りない設計ミスなんだよこれ、うん、ああそういうことか。ごめんね、あダメだ、うん、これくらいだとバランスいいんだよね、うん、本当。あ、来たよ。あ、ありがとう、いっぱいずつ、ありがとうございます。ありがとうございます。そうそうそう、うん、そうそう、ありがとう。あ、1位でした。断食断食、ありがとう、ありがとうございます。マスター灰皿もいただいてもいいですか。はい、あざす、はい、あーすいません。うちが空いてるの分かって来てくれてたんですか。いや、空いてるのは分かってないで来ました、うん、はい、でももう来ようみたいな。そうです、はい、じゃあ皆さん、ケピーケピー乾杯。ケピー。ケピー。あの、皆さん飲んでる方は飲んでくださいね。はい、ありがとうございます。おせ、まあ、美味しい刺身。いや、あゆこさんもそうでしたっけ。はい。あ、でも大丈夫ですよ。ケピー。皆さんも飲んでください。あゆこさんって、うん、あれなの、ドレさんみたいな人がタイプなんでしょ。体鍛えててかっこいいみたいな、ダンディーなの。いや、別に体鍛えてる人がさ好きとかじゃないって。だってさ、配信者ってみんなさ年下が多かったし。ああ、そうだよね。結構年下で子供っぽい人ね、息子みたいな、ほら、うん、ね、20代前半とか、うん、まあ、30代もいるけど、うん、でも、ね、恋愛対象じゃなかったんだけど、ね、リスナー時代にたまたまやっぱりほらね、夜中閲覧持ってて誰だろうと思って、でさ見たらさ、ね、長嶋一茂、あ、茂之だっけ、一茂か、そっくりじゃん、うん、あ、似てるなと思ってね、見てたらさ、うん、なんかふわちの長嶋一茂の話になってきた。カンセリングみたいな。ああ、そうね、一時すごかったね。なんかそのみんなさ、なんか悩み相談をドレさんに持ちかけるみたいなね。そうそうそう、雰囲気あったよね。そういうのがあってさ、みんなさ性悩みとかさ、一番の気違いあいつだろっていう話だからね。本当にあんなのに悩み相談してどうすんだよっていう。蓋を開けたらだよ。でもなんかすげえ似合うんだよ。いや、なんとかさんって優しいから、うん、でも一番の気違いはドレさんだったっていう。面白いなんだね、ドレさんね。最近ちょっとね、つまんない。最近つまんない、うん。最近つまんないんだ。うん、時に、うん、あ、なんか、あ、ありがとう、ケビー、花火ありがとう。あ、ゆうあちゃん。ゆうあちゃんありがとう。ありがとう。うん、ケビー。うん、ゆうあちゃん、私のリスナーさんでもさある。うん、あ、あ、ワドさんのリスナーさんでも。うん、もう、まあ、ずっと見てる。うん、まあまあ、いろいろね。そうね。いや、あんだけ一人で話せるのはすごいんじゃなくて、俺配信スキルだと思ってたでしょ。違うの。あの、初めて電話した時3時間絡まれて、次の日も2時間話されて、すごいのよ。あれで車で運転してたら、うん、もう後ろに乗ってたずっと一人喋った。あれ病気なの。だから今もどこかで病院かカフェか美容室かジムでずっと喋りながらシャドウしてるんだよ。どっかで喋ってるんだよ。ああいう人なの。コメントがなくて喋れるのはスキルじゃないの。あれ天然なの。本当すごいよね。コメントがないのにずーっと永遠にね喋ってられるもん、ね。あの人一人で喋ってる、ずーっと、うん、面白いんだよ。でも喋りも、うん。でもさ、この間のね、肩ぶれた時にずっとこうやって、あいこ、あいこ、あいこってこうなってさ、キスしようとしてさ。ドレさんかっこいいよね。うん、50代であんな、なんかこうね、体トレーニングして頭もすごくいいんだよね、うん、うん、ドルさん、うん、頭いい。でも見せないのがいいよね、その俺は頭いいんだぞって言わないじゃん、うん、そう、あの人すごい学ある人なんだよ、うん、だから一時は本当すごい好きだったよ、うん、だからね、DM ね、うん、ね、すごいタイプですみたいな感じで書いて、本当ですかとか。だからね、今度ね、ね、お食事でも来ませんかって言ったら、ね、釣りじゃないですよねとか言ってきたから、釣りじゃないですよ、3枚目ヒカルにも、ね、リアトしていますし、ね、なんだったら、ね、ヒカルに聞いてもいいですよとか言って、
ですか。それが出会いだったんだ。かっこいいか。ありがとうございます。風船20個バルーンニャハニャハ。それまでとぬき俺もなんか作ろうかな、そういうの。花火上がった時。あー、そうよ、何もない。 あれでも光くんが流行らせたんだよね、花火に何か言うっていう。アイテムもらったら何か言うっていうの流行らせた。 あれはパルだね、ドンチキ。パルは、あ、パルなんだ、ドンチキは。ドンチキ、へー、パル発信なの、知らんわ。行くしろ、今度ドアップなんだけど私のドアップ。課金しましたね。ありがとう。ひよこでさ、ね、当たったんでしょ。0.25円。滑舌？そう？ありがとう。薬でね、ろれつ回んない日とかあるよね。俺もね、飲んでる時ろれつ回んなくなる日とかもあったもん。体調悪かったりする。中マスターのお店。中マスターのお店です、うん、ゴジラの近くだよ。ここね、水タバコもできる。あ、シーシャもあるんだ。そう、ブク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 。へー。そう、肺活量がないから全然吸えなくて一回やったんだけど、だから結構外人さんがね、こういうお店。あ、占い屋さん。占い屋さんが消えると全然違う ね。全然違う。あれやった方がいいのにな。うん、ここね。ね、うん、スタンド照明とかね。ね、ここに ね、つけてるね。なんかつけたらね。うん、いい感じでここは。ね、なんかもうこの前で一回あのなんだっけ、アグリ、うん、とコラボした時初めて来て。うん、この前1週間前かな。あ、そうなんだ、うん、え、初めて来たの。そう、俺中マスターのお店、向こうだと思ってて、向こうに入って中マスターが、うん、中マスターがって言っても、うん、なんか店員が中マスターって誰みたいな感じ、うん、で、うん、そう、そしたらこっちだって聞いたから、うん、そう、ね、中もいいんだけどね、真っ暗になっちゃうからね、顔はね。そう、すごい暗いからね、うん。いや、こうあのさ、あのカズーンさんの時にスパーリングしたバーのマスター覚えてる？それが中マスターだから、マスターとスパーやってるんだ。眉毛全抜きバイトあるんです。覚えてないかな。面白いバイトばっかりしてる、ね、いいね、ありがとう。花火ありがとう。おー、どんちき、ありがとうございます。メトロさんありがとう。ナイスナイス、うん、そう、うん、マドはすごいテクニシャン。やめて。そんなことないと思うよ、そんなテクニシャン。わかんないけど。わかんない。わかんないけど。あやこさん、百戦錬磨。髪めっちゃ言葉遣いよって塗装で見やすい。今日のあいこちゃんだ。俺ね、あいこちゃんに、だから変なことをされた記憶がないんだよ。うん、何もしたことない。そう、すごいいい人なんだよ。和田さん優しいから全然そういう喧嘩とかないしね。喧嘩もしたことないし。ないよね、喧嘩したことないし。ただあの現場に居合わせたことは何回かある。ヒカルくんがチャーハン頼んで、そう。で、あいこさんいたっけ？いたよ、俺。そっか。超笑ったよ。だってさ、あいこちゃんが一口食べさせてって食べたの、ヒカルくんが頼んで。そしたら、こうやにご馳走したのに、最初にさ、金梅が食べて、あ、まあ、そうだそうだそうだ。別にさ、金梅はさ、いいやと思ったの。その後にさ、ヒカルも食べ始めたから、お前やんねえよ。お前にやんねえよって言ったら、てめえ、あいここの野郎とか言って、ヒカルくんがぶち切れて、うん、私、警察呼んだ。そうそうそう。警察呼んでっつって。あの時、本当ね、発作が。いや、あれは、本当にヒカルくんマジで、女の人なのにぶち切れて。髪の毛こうやってうわーってさ、やられたよ、ヒカルに。で、みんな止めろ止めろとか言って、金梅さんが、うわーでも止めろとか言って、金梅さん動かないし、荒野がずっとチャーハン持ってこうやって怯えてるの。懐かしいよね。懐かしい。ね。あれ、あるよ。ね。動画残ってるよ。あるよ。ね、穏やかな愛子ちゃん、すごいいいよ。あのね、みんな発狂させたいんでしょ、閲覧伸びるときそう怒らせたいんで。そう、光はわざとなんだよ。そうわざとやるのよ。わざと、うん、なんかね、私との、ね、コラボが一番再生回数が多いんだって、光の。あ、まあそうだろうね、チャンネル登録、うん、ありがとうございます。 ありがとうございます。ドンキーナイス。あれ、チャーハンのランって呼ばれてるんだよ。ね、呪いのチャーハン。呪いのチャーハンとか、チャーハンのランとか。うん、おめえにやるチャーハンに。
行くしのドアップすぎんだけど。いやいや、俺8年前放送やってないし、立川にいる時に配信やってないから。え、誰と間違えてる？誰と間違えてんだ。俺配信やってねえわ、その頃。だって俺が配信始めた時もうウーナバーやってたもん。あの、なんだっけ、あれだよ、大衆酒場ウナを作るか作らないかの頃に俺が始めたの。あ、そうなんだ。なんで平気で嘘つくの、こういう。な、これ美味しいね。うまいね。スパムーチョかな。美味しい。なんだろうこれ。ね。俺が行ったのは KW レジデンスだよ。大阪の方。あの鶴之進がぶっ壊した家の方。あ、そういえば鶴之進ってさ捕まったの？捕まった。じゃあ捨て頃出れない。いや、出すって。出すって。いいね。ね、ブッキング大変なんでしょ。で最初の頃はね、逮捕されたら出さねえって言ってたけど、ね、辰彦も捕まって鶴之進も捕まって2人いなくなっちゃったから。え、何やったの辰彦は。多分元奥さんの家に行っちゃったんじゃないかな。うん、まあストーカーみたいな感じで捕まっちゃったんだ。でもあの女もね、ね、浮気ばっかりしてるし。館以来だね。うん、普段酒飲まないもん。タコちゃんすごい可愛いよ。素敵な女性だよ。年下なのちゃんって、愛子ちゃんなんて。俺は女性はさん付けだから、どんなに年上でも。私捨て頃できんだもん。愛子さん出たら強そうだよ。女性の部でなんか出たら最強になるんだよ。うん、今誰とやりたいかな。いや、だなんかファイターみたいな感じだったけど。いける。誰だったら面白くなるかな、愛子さんやったら。誰かな。だ、式、そうだね。今だったら式ばあかさす愛子ちゃんだったら神回だよね。え、ピントボケてる？ボケてない、ボケてない。ボケてないよ。ボケてない。だ、俺の方はっきり映ってる。ね。うん。辰彦捕まったよ。辰彦もな、腐らないでほしいよな。ねえ。本日戦闘服仕込んでる。仕込んでないよ。死にたい死にたい言ってたからね。あ、そうなんだ。そう、メンヘラになっちゃって。うん、え、鶴之進面識ないもん。鶴之進は何ですか。なんかボクサーに絡まれて、うん、で殴ってみろよって言って、うん、本当に殴られて、うん、で頭突きをしたいでしょ、殴られたの、うん、で捕まっちゃった現行犯。え、逮捕されたの。うん、で、え、今捕まってんの。もうまだ1週間ぐらいで入ってるよね。もうだから10日交流。うん、10日間入ってる。あ、っていうかさ、クモも出てきたのね。え、クモ出てきたの。うん、え、嘘。うん、で、放送やってんの見た。でも、うん、何日かできないし、10日間とか。え、クモ出てこれないと思うよ。本当うつそうだよ。もうみんな言ってたよ、みんな言ってるよ。え、クモ出てないよね。いや、出れないと思う。強盗致傷だよ。6年とかだよ。で、それが3年に謝って。だって3年経ってないじゃん。ステコロ2から1年経ってないんだもん。いや、多分ないないない、それ噂だよ。クモ出てきたなんて噂ないよね、事実。いや、出れないと思うよ。強盗致傷でコカインやってたんだよ。あ、そうなの。
そうだよ、コカインも認めちゃって、お前コカインやってんだろうっつって、コカインって何なの、うん、そう、麻薬、麻薬、うん、痩せてはないよ、うん、こういう時な、カオスがいたらな、コカインとは何なのかを説明してくれる。お前、私何も分かんないですよ、分かんない分かんない分かんないんだよね。コカインは生成すると何なんだっけ。ゲロ可愛い、ありがとう。ゲロ可愛いって言い方よ。サムネ腹立つ、ね、こいつ。よく拾ってくるよね、こういう写真ね、うん、ゲロ可愛いって言うとさ、うん、ね、褒めてんのかけなしてんのか、ゲロって言葉が、うん、そうそう、絶妙にうまいよね、うん、どっちなの、どっちなんだてめえこの野郎。そうそうそう、ゴリラの絵文字やめなさいよ。スバニャン。あ、こっち使って、使ってないから。いいよいいよ、大丈夫大丈夫、うん、ねえね、おしぼり、ありがとう、はい、帰るのね、占い、うん、占い儲かるらしいよね。あ、いつも女の人だったんだけどね。あ、そうなんだ、うん、オーラじゃないの。あ、そうなのかな、マスターが、うん、ね、吉高ね、寝カフェだって、だからもうすぐ来んじゃない、来るって言ったのにな。ちょっと電話してみようか。また切られた。なんで手切り、ひど、うん、配信やってんのかな、どうなんだろう。あ、やってんだったらね、埋まっちゃうから、うん、そう、1台しか持ってないから、もう1台買えって言ってんだけど、配信者はね、2台ないとね、うん、やってないわ、やってないですね。また寝ちゃってんのかな。もうさ、ほら余裕だね、バドさん。もう誰もやってない。ああ、いや誰もやってないんだ、うん。やる気ないんだね、みんな。リスは、あの本ちゃんのプレミアの方を撮りたいけど、うん、あの普通のリスはもうどうでもいいってなってるでしょ。だってもう、うん、こっからじゃもうダメでしょ。まあまあダブルスコアだもんね。うん、逃げ切りだ。一応こうやって大事ね。もしかしたらこの配信を見てるかな。でも具合悪かったら、具合悪いから寝込んでるんでしょ、うん、普段トレーニングすごいし、うん、完全に反り場所がコツコツしたぞ。こいつ本当腹立つ。ええ、イクシロが完全に反町隆史と松島だな。なんで全然違うじゃんね。デンデルデンデンデデデデン。こいつ腹立つわ。
こいつに。でも和藤さんのカラオケって聞いたことないかも。そう、うん、俺歌好きなんだけどカラオケ枠やると、うん、劇的に普段ひどい数るのにさらに数る感じ、ね、でもね、カラオケはね閲覧減るよね。減る。でもね、自己満の世界だから。そう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 。歌舞伎町でこの2人はなんか怪しい。ほら俺らは普段麻布十番とかで恵比寿とかで飲む仲だから、あの下々がどういう生活をしてるのか、あの偵察しに来てるだけなんで。怪しくないよ全然。なんで2人でカラオケやればいい。いやだってプレミアムディスマン撮りたいんだからさ、今それどころじゃないんだよ。あやこちゃんは、うん、カラオケはダメだよ。カラオケはダメダメダメ。バクソが行くらしい。あー、ここに来るって。来るぞ。やってるよ、カッツさん。飲もう。こんばんは。2人で来るのかな。歌は好きなんだけど、リスナーはもうふざけんなみたいな。雑談してくださいみたいな、げっそりするんだよ。え、つばに会いたいって。うん、さっき会ったよ。だから後で合流するとか、なんか言ってた。すぐはもう。あ、風船ありがとう。ありがとう、13個。なんで13なんだよ。13個。なんで不吉なんだ。残りの13個全部くれたのかな。ありがとう。それまで飛んでいけ。やらは。パクリ。誰の。え、朝比奈。朝比奈か。お隣、なんだろう、ネイルサロンだろう。 Black Eyed Peas。爆走とんでもなく通報されてるけど、コラボして大丈夫。え、私も通報されてるよ。通報されまくってるよ。2人でイチャイチャしてるのが見たいから、つばくそいだわ。別にね、イチャイチャしてないよね。普通にしてるだけよ。え、嫌いじゃないよ、つまない。なんで？嫌いじゃないよ。そうそう、海外っぽいよね、ちょっとね。あー、うん、そうだね。その画面の映りが、うん、そうそう、海外の屋台っぽくて。木があって、この、ね。あったかい時だったらいいんだけどね。これがちょうどいいのかもしれない。ああ、そうね、そうね。うん、これがちょうど海外。海外行きたいね。海外行きたい。ね、うん。そう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 、水タバコがある。何？チンパルを愛子さんになすりつける気だから、会うのやめた方がいいよって。ああ。いや、俺全然シンパルさんからもうよ ね、面白そうじゃん ね。いいよ、3人で絡んだ方が、ね、いつだと出るよ。ね、面白いよ、うん、そうそう、歌舞伎町外人多いよ、うん、もしかしたらツバニャンが来るかもしれないです。はい、またなんか荒れるんじゃないですか。荒れるかもしれない。大丈夫じゃないです、ね、近くいるんですか。なんかそこで焼き鳥食ってたんで、はい、はい、うん、なんか今から来るって言ってるから。なるほど。いや、愛子さん仲いいんですか。そうですよ。あ、仲いい、仲いいですよ。結果はないです。お迷惑はかからないようにするんで、はい、全力で。いや、愛子さんが来て半分は警察呼んでますから、はい、マジっすか。ほら、愛子ちゃん。そうね、宮城の件と玉の件だ。タムちゃんもここ一緒にやってんの。うん、ここです。殴り合い蹴り合い。殴り合いファイターだな。あ、殴るとかもう足蹴りで、うん、ヒールで鼻蹴って、そう、そう、ここガーンってやられて、マジで、ここ、うん、復旧センチ、ふざけんなーっつって、もうすげえな。でもね、ヒールがあった方がね、痛み感じなかった。あ、そう。逆にヒールがないね、私の方が痛かったと思うよ。あ、そう。背中ボコボコやったから、それこそさ、あばらだよね。なんかね、ネットの王子のことをさ、あばら、あばらとか言って、結構好戦的だよ。、うん、戦う愛子さん。
だから一時は玉と試合したかったね。あ、そうなんだ。でももうね、今は全然。てかもう玉全然配信やってないじゃん。ね。うん、全然。まあ男できたんじゃないの。で、いつもほら点々とさ男の家隙間ってるからさ。うん。うん、クルームテックじゃないんだけどね。違うんだ。そう。ライトが赤だから。そう。俺のやつ青だから。そうそうそう。そうこれ違うの。こんばんは。これね。あれベイブってやつ。そう。ベイブ。あんまりこれ売ってないんだよ。で、そうファミマ、ファミマあじゃあローソンしかないんだけど、うん、その辺のローソンは売ってない。ハコさんは便所さん NG なの。便所さんのイベント全部出禁なの。そう、うん、だから出禁同士ね、金映えとコラボする。ミスワンまあダブルスコアだからほぼ確定なんじゃないの。わかんないけど、もう大丈夫だよ、うん、後で切るよ愛子さん。まあ閲覧流すっつってもな、もうグダグダだけどね。俺自身が閲覧持ってないから情けないことに。ごめんね、協力できなくて、うん、まあ今からねスーパーモン閲覧モンスター来るから伸びるっしょ。お柳田いらっしゃい、うん、もうすぐツバにあるんですよ。そうパルパルも来る。あ、そうなんだ。いいねいいね、みんなで飲もうよね。寒い、うん、最近 ねくしゃみがすごい出るんですよ。大丈夫、閲覧モンスターが2人来るから祭り確定だから、ね、もう今はこの静寂を楽しんで、このギャップだから、こっからの。いや台本で喧嘩してくるから。仕掛けてくる、仕掛けてくる。めくるのもね、急にね。閲覧が伸びれば何でもいい人だから。なんで爆笑。ラブホ行くの？もうわけわかんない。チンパルト。そうでしょ。いくらなんでも行かないでしょ。わかんないよ、プレミアムリースマン取る200万のためだったら何でもするかも、でも何でもね、やりそうだよね。何でもやるんじゃん。毎日誰かしらとちょっと止まってるよね、ラブホすごいよね、うん、ハルと全然絡みないんだよな。ハルと絡んでみたいけど。ハル、うん、ハルパル、うん、まあでも噛み合わないか。ハルとジャンルが全然違う。ハルはあんまコラボしないからね。ね。今彼女と一緒だからね。ね。ラブホ行くんだ。ラブホ行くって。つまりな、そうなの？飲もうって言ってたのにつまり。向こうから誘っといて、これひどいよ ね本当にね。え？あ、もうタクシー。もうタクシー利用してるね。ホテルだこれ。え、新宿のラブホじゃないんだね。そうなんだ。ね、高いからねこの辺ね。ああ、すごいね、ここまでやるプレミアだけのためにすごい。今回集めたのに200万取りに行ったらいいやって考えちゃう。そうだよ。ね、でもね、一日、でもさ。1日ホテル使ってもまあ1万5000円ぐらいでしょ。でもそれでも、うん、俺でもね、妻にはこのやり方してるとワンチャンだよ、うん、あのなんかバンクラ流れだと思うんだよね。でもなんか何かしらで、でも妻によってさ、剥奪なかったじゃない、ね、TJ のさお店でさ働きながらさ、うん、で配信
ね、いないのに配信つけっぱなしにして、スミスミさん撮ってんだよ。あ、そうなんだ。ずるくない？それって。それずるいよね。だからそれ、だからみんな撮影をしたはずなのにさ、でも彼女はさ、自爆で買ってるじゃん、すぐ。自分でアイテム投げてるから。だから多分、だから剥奪されないのかな。自分のイベントに、ね、無料アイテム全然ないんだって。全然ないのに、課金だけすごいから、だから自分でこう、ね、下でパソコンで配信しながら、買ってるみたいな。アイテムで自分で投げてる。自分で投げてるみたいな。すげえ、虚しい。うん、ね。たちも。昨日の今日で、俺明日はシルバーの打ち合わせで、ロケハンが入ってて、その後にで、ロケハンと人間もおらんで、その後あのでその後あのちょっと地方行ってで、その後ドクター M さん。だから、やっぱね、プレミアムリスマンでコラボ増えたよね。シンゴさん、トムソン、イケアミさん、アイコちゃん、アグリン、サメ島さんで、またアイコちゃんの墓場の企画。で、ドクター M さん。うん、で、面白いよね。でもまあ、仕組みだよね。仕掛け。面白くなる仕掛けっていうのを運営が今回やったから。これ3ヶ月に1回とかやるべきだと思うよ。元取れると思う。知ってる？派手に。さっきだから声かけてたよ俺に。ワド君とか言って。あ、そうなの。手振っといた。うん、ここどこなんだろうこの青い。え？それパチンコさっきのあるでしょ。あのビルゴジラビル。アルファン。だと思うけど。誰かの知ってる？全然知らないんだけど。知らない方がいい。フォロワー少ない。でもこれだけね、あ、見たことない。もうさっき和道くんとか叫んでたよ。このハゲニートって誰だかわかんないから手振っといた。うん、来ないんじゃない？多分タクシーで。でもまださ時間が早いとか言ってさ、妻にはさ言われたんだけど。いやバックでしょ。今日も。ああバックでか。閲覧伸びる方に伸びる方に転がしたいんだよ。うん、明日か来ないかな。みんな疲れてる。プレミアムリスマンに振り回されて。もう疲れたもうゆっくり寝たい。寝たいよね。もう気にしないで寝た。いやもう今日は。そう。だから生半可に上位に行くとこうなるんだよ。俺みたいにもうなんかけんなんつうの、もう絶対取れないぐらいで、もういいよいいよってやったら楽しいもん。でも私今日10時間ぐらい寝たけどね、10時間。うん。でも2時間とかばっかりだったでしょ。2、3時間とか。うん、1日も寝ない時もあったし。でしょ。うん。また壊しちゃうよ、あいこさん。でも撮りたいもんね、いい時だから。でもまあ、8、9、10の人はとりあえず、今は大丈夫だけど、でもね、後半わかんないから。わかんないよ。まだわかんない。わかんない。やっと2週間過ぎたにしても、疲れたよ、2週間。疲れたよね。あと何日か。まだ半分。あ、でも。2週間か、あと。今日、18か。18か。うん、あと1週間ちょい。うん、大変だ。30万行くか行かないか。うん、頑張ってる人に取ってもらいたいよね。でも30万もらってもさ、20万なくなっちゃうからな。でもしょうがないや。でもさ、うん、しょうがないね。10万で、だから10万貯金して一人暮らし用の資金に決めて。何、都内に引っ越すの？まだ全然考えてない。東京か、まあ神奈川のどっちかだけど。うん、東京の方がいいんじゃん。だって東京来ること多いでしょ。多いね。だって神奈川でコラボってあんまないじゃん。うん、ないね。東京の方が移動期考えたら安いよ。うん、ただ、うん、私荷物が多いから、うん、断捨離もするけど、うん、2部屋ないとダメなんだよね。1部屋ワンルームじゃね、やっぱちょっと狭すぎる荷物が、うん、それ考えるとそう、洋服とかすごいから。タヘヤで新宿だったら結構行っちゃうのも、新宿とかだと。ああ、関心行きたいね。でもさ、抜いても同じ30万だから、だから5位。だからもうプライドの戦いなんだよ。もう1個。そう。もう1個。2人抜かないと金額上がらない。50万。20万さ、上がる、そこで。ただ50万だったらいいな。20万
ね、国に持ってかれても30万あるから、ね、でもその金額はなんで、ね、6位と7位が同じなの。でもていうかもうちょいさ下の方までそれこそ30位ぐらいまで配ってほしかったな。2万3万でいいからね。1位200万で2位がいきなり50万も違うでしょ。150万でしょ。それでさ3位が100万でしょ。それで4位が70万、それで5位が50万、で6位7位が30万、それで8位から20万10万でしょ。10位までっていうのがね、もうちょい30位とか50位とかだったら全然ちょっとお小遣い入るのにな。そうだね、うん、まあ今日ねリスナーの1万円まあね久々大きいよ。だって花火20個分だもん。うん、でかいでかい、ね、大きいよ。何年ぶりだろうリスは。そんなことないでしょ。いや2年ぐらい撮ってないよ。あ、そう。俺だってふわっち来た最初の10ヶ月だけだから。うん、私介護士じゃないよ全然。全然。吉高くればいいな。多分寝カフェで寝ちゃってんのかな。もう寝てるだろうね連絡。私ね、この間ね新宿のねネカフェに初めて泊まったの、うん、でねこうね こういう風にねねふわって見てたらいきなり隣の人からさ、ね、上からこうやって覗き込んでた。怖い怖い。ちょっと言ったの男、うん、あそうふざけんなとか怖いとかキャーとかじゃないんだ、うん、ふざけんなこと。なんちゃちゃちゃなんだよとか言ったらすいません。じゃあそれさ天井が高くないから立っただけなんじゃないの。いやいや覗いたもんこって覗いた来たの強いな。なんだよ。愛子さん強いな。すいません。だからさ言ってやったよ。お会計の時にこのね自分の前の人のこの番号言ってすいません言っときますと。苦したよサラリーマン。だから私もね覗きこってさ覗き返しちゃった。なんだそれ。寒くなってきたね。寒い？大丈夫だけど俺はなんか冷えてきた。知ってるここさ10円です。何それ10円のお寿司。え10円のお寿司食べれるの。え知らない。あなんかネットで見たことある。お本当だ。そんで10円寿司がある。でそこはね電話ないからさ宿題も来ない。嘘。配信やってる。10円で食べれるの。10円10円寿司これネットで見たことあるわ。ここにあるんだ。でも結局さ、飲み物頼まないといけないから。まあそうでしょ。要は居酒屋でつまみね、もっと取れないとね。でも面白い。でもさ、美味しかったよ。あ、そう。変な感じだね。10円寿司スケロクってお店ちょっと 見に行こうか。ちょっと映してくるわ、うん、10円寿司ここネットで有名だよね。名前のない寿司屋って書いてある。すごいね。名前のないお寿司屋さんって書いてある。すごいね。わ安っ。イカの塩から50円とか書いてある。すげえ。ちょっと興味あるね。まあ、だからビールとかは多分普通の値段で、そう。で、そのバズらせようっていうことでしょ。要は口コミで。スケロクだった？やっぱり。うわ、わかんない。名前のない寿司屋って書いてある。うんうん、でも面白いね。だからそこでね、宿題しても大丈夫。宿題は電話ないから。はいはいはい。ネタ、いや美味しいってよ。愛子ちゃん食べたら美味しかったって。うん、食べたよ。大人だから閲覧が伸びないんだよ。ユーチューバーね、デキン。ユーチューバーデキンは痛いよな、うん、ちょっとな。あ、初見さんいらっしゃい。え、隣の人旦那さんではあります。うん、夫婦で配信させてるのってあれじゃない？あの、あれだよ。
ペットすごい飼ってる人、犬いっぱい飼ってる。あ、なんか聞いたことあるそれ。すごい犬、うん、高いさ、犬いっぱい飼ってる、10匹ぐらい飼ってるの、すごいよ。なんかね、聞いたことあるわ、うん、最近の人だよね。うん、あ、そう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 、アキトとルナカ、アキトとルナカ、アキトとルナカ、そうそう、あのギャルのね、20代のあれすごい、子供もいてさ、犬すごい高そうな犬すんごい飼ってるよね。似てるかな、似てないよ、ね、似てる似てる、アイガちゃんと。誰と似てるんだろう、寒い、うん、大丈夫。でもさ、下半袖だもん。そうなんだよね、バカだから。配信仲間だよ、別に。どうしようかな。どうしたかな。独身だよ。でも配信者の男性って結婚願望ないよ。ないでしょ。ないよ。結婚したらダメでしょ、逆に。ね、働かなきゃいけないしね。ね、うん。共に働けないからこういうことやってんのも。うん、無理だよ。昔で言うとこの芸人さんみたいなもんでしょ、なんか売れない芸人みたいな、うん、ありがとう、ココッチさん。妻にカラオケ入っちゃったのか、じゃあ来ないね、来ないね、うん、今日和藤さんのソファーで寝ようかな。ソファー俺んちで、うん、俺だけどあれだよ、明日ミーティングあるから、うん、何時、何時か聞かないと多分ね、午前中になるか、うん、でも下が来ないな。何やってるの、いいかげで。お似合いだそう。お疲れ様です、和田です。ごめんね、寝てました？うん。明日どうします？何時にします？集合。はい。はい、あー、液体のゴム型切るやつが用途が別だったんですね。はい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 、一緒に行くってことですか。はいはいはい、全然 OK ですね、全然 OK です。はい、
いやいやいや、もうあの明日のシルバー優先しないとまずいっすね。あのゴム型切って、ワックス作って、であの言ってる意味わかりますか。あ、トモさん、ワックスにした状態で今日川越行ったら変なジジイが下から上に睨んできた。カービングしていくで、こう模様をつけてでキャストするっていう流れ組まないといけないと思ってて、見たかったな。で、今大体今の形でいいかなとは思ってるんですよ僕自身。そこからはあのワックスの状態でカービングしていきたいなと思ってるんですね。はい。だからまあ別に明日じゃなくてもいいんですけど、あのまあできれば明日そのゴム型切れたらいいなとは思ってるんですよ。うんうんうん。はい。そっとしないよね。はい。はい。はい。インジェクションワックス、はい。硬化するかってことですよね。はい。うん。北見さん。そうですね。わかります。あの僕としては今作ってる原型の次のワックスの段階が失敗するかもっていうことだったじゃないですか。それで僕合ってると思ってるんですよ。だから原型の2段階前の原型。ってことですよね。うん。はい。そうですね。はい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 。バックアップになるってことですよね。次もう一回練習用のってこともできるってことですよね。うんうんうん。はい。僕そうですね。だから一回ゴム型切りたいですね。うん、あ、そうです、共有完全にできてますね。はい、はい、で、はい、あのゴム型の費用とか全然僕出すんですけど、いくらぐらい用意しておけばいいですか明日って。2万ぐらいですよね。うん。はい、明日何時かだけ一番最初に集合時間どうするかっていう。え、いやいや、あの X さんがどれくらいの時間に来るかですね。動くのかな。それ目当てだね。10時ぐらいですね。おじいさんね、そうなんだ。なんなんそのチンパルって人。寝てますね。え、でもそれって行ったとしても現場わからないですよね。東急ハンズの店員レベルで。そばには待ってるよ。あ、まあまあ買い物も含めてってことですよ。つまり了解です。じゃあ東急ハンズが開く時間で集合にします。新宿の東急ハンズですよね。じゃあそこのオープン時間で集合にしましょうよ。はい、了解です。何時でしたっけ。10時にします。9時にします。何時だったかな。あ、じゃあお願いします。すいません。はい、よろしくお願いします。失礼します。明日ね、午前中帰らないんだって、このチンパルが。はい、延長します。立ってる。これね、明日9時かね、10時に移動しちゃう。もうさ、いや、そうだよね、妻には帰りたい。いつら落ちてないんだ、すげえな。まあ、このおじさん面白いもんね。
もう帰りたそうに、うん、帰ってくれない感じなんだ。くっそ面白いじゃんそれ。もう嫌そうだよね、妻には嫌そう。これは面白いね。いいよ。いやいや、シルバー、シルバー今どんな段階かっていうと、シルバー今の進捗状況なんですけど、ただ気持ち悪いこの人。もう妻にあの嫌そうな顔してる。明日話すわ。妻には帰りたそうだ。帰りたそうだね。妻には、まあまあ、捨て頃に間に合わせようと頑張ってます。はい、簡単に言ったらシルバー買う人いる？この中で今事前予約してくれる人いる？捨て頃に販売するけど、注文を受けてから、3ヶ月ぐらいかかるのね、完全受注生産で。で、捨て頃の時に自分が身につけるアクセサリーを作ってんの。要は展示するっていうのかな、商品、僕の作品を捨て頃の会場でこういう作品作ってますっていう展示をしようと思ってんだけど、買う？買う？ OK。 もし買う人は予約してください。たっけーぞ。たっけーぞ。この人何歳なんだろうね。まあ40代。分かんないよね。意外に結構若かったりするんだよね。そう。私より若かったりするんだよ。42、3とかさ。分かんない。年齢分かんない。うん、買ってください皆さん、シルバーワード。のんちゃん別れちゃった。で、明日、セキシンゴさんが夜か夕方に、多分トム池さんの家行くんじゃないかな。そしたら、私、池上に行こうかな。今日この流れで。いや、たまらない、無理だよ。あ、じゃあ、池上は明日ね。明日ちょっと俺、シンゴさんに電話で聞いてみるか、じゃあ。うん、チアナオミ、誰それ？誰？チアナオミ。ああ、40代、やっぱり。うん、なんでさ、ツバニャンに付きまとってんの？誰それ？チアナオミ、誰それ知らない。吉高来ないのかな、吉高。
すごいね、善一さんもすごいよ、ね、FX。 いや、この人たちはね、固定の動かない人だから増えない、善一さんは絶対増えない、うん、いや、ガッチガチの1000人が固まって見てるって感じ、うん、もうこれはね、増えない増えない、もう大丈夫、ライバルじゃないよ、うん、だといいんだけどね、いや、大丈夫だ、絶対大丈夫、福岡の人、リスワンのために、あ、恋を確実に犯せます。リスワンのためにハヤトに嘘ついて、家に呼び、ハヤトが来るよって、そうなの。あ、ハヤト、あ、ハッチを利用するの。慎吾さん、金村さん電話中？ありがとう。今日は夜中にしは、まあ、いつもそうね、1000人以上、まあ、集めてるね、FX ね。FX 全然わかんない。いや、申し込み5万じゃない。あの、正直言って、今回シルバーすっげえ面白いことやろうと思ってて、あのね、売らない。買ってって言ってるけど売らなくて、要はね、あの、いくらで買うっていうことをもうひたすらやる、展示をするの、ひたすら。そういえばさ、金梅とさ、朝比奈の婚約指輪もさ、作るとか言ってるよ。あれ、え、途中までとかさ、全然作ってないでしょ。いや、あのね、途中まで作って、あ、作ってたね、作ってた、あの、本当に作って、ぶっちゃけた話、うん、あの、いくらでも簡単なのを作れるんですけど、うん、飽きちゃって、うん、やめちゃった。まあその前に別れたし、ね、そうですね、くっつくわけないんだよ。あのね、もうね、芸術でいくから、シルバーはいくらで買うか、いくらで買うって聞いて、で、何飲む？もう一杯飲んで。そうだね。寒い。うん、大丈夫。ちょっと体見る。何系？あ、私体見る。体見る？うん。チン、こ、何だ？チンって何？あ、こ鳴らすの。いい音。うん、懐かしい、はい、カルアミルクを一つと、はい、あ、俺決めてなかったな。ジントニックで。ジントニックで。はい。ブラシ取りします。すみません。はい、お願いします。あ、了解。あのね、いや、値段決めて。さすがに原価割れだと売らないけど、値段決めて。ビギナー枠で和道さんの配信動画垂れ流しになってる人。あ、知らない。いいよ。そんなん通報するやつはするし、ムカついたら通報してくれりゃいいし、マジだと思ったら本人が通報したで、お、でもさ、ビギナーでさ、俺のこといじって動画垂れ流して面白いやつがいてね、こっちへ閲覧流れてきたらいい宣伝になるから、ムカつく感じだったら、うん、あ、じゃあタムタムお客さん1号売るわ。
余裕で。あの買って。妻にゃんといる男はチンパルっていう人みたい。あれ解放ブロックしてんの？俺ね解放ねあいつムカついちゃって、うん、ブロックはしてないよ。ブロックはしてないんだけど、もう絡むなっつって俺に。私もブロックしてる。ムカついてで、ね、なんかねすごい何がムカつくって、ムカついてもう俺関わらないでって言ってから、うん、LINE がすごいのよ、長文の LINE が。うん、ストーカーみたいな。そうで、そうストーカーみたいじゃん。でずっと既読無視してんだけど、うん、私はストーカーじゃありませんとか、うん、なんか勝手にアピールしてるから、いやストーカーだよと思って。そうずっとね好き好きって、ね、言われてたでしょ。いや好きなのは別にいいんだけど、やっぱ人として間違ってんのは嫌だから、うんうん、え告られたんでしょ。告られたとはちょっと懐いてる感じじゃないのかな。あゆこさん何のブロックしたの？なんかさ、うん、急にさ、ちょっと前までさ、解放のさ、うん、さ閲覧がさ、100人とか、え、なんだろうと思ったの、うん、で、見たら、キツネだったの、うん、で、キツネで、アイテムも投げて、ね、私だよってことをほら、アピールとか風船とかさ、いいやつとか、一個投げるじゃん。だから全然、ね、見てくれなくて、お本当にアイコ買えよとかって急に言い出して、なんだよって思って。ムカつくよね。でさ、その時も調子乗るんだよ、ほんとすぐ。でさ、その時もすごいさ、アンチばっかだったの、キツネで、うん、何表彰、ね、本性出したわ。いやいや、もうそれはあいつが悪いよ。だからね、いや、よくある現象なのはポットでで、あのちょっと閲覧増えたら天狗になって、うん、そうで、すぐ干されるっていうのは、うん、だから本性が出るんだよ、人間性が出るの。いや、それはできない。ごめん、それはできん。あの、なんでかっていうと、あの、ごめん、それはできん。捨て頃のチケットに対して、あの、取ってくれとかいろいろあるんだけど、俺、全くノータッチで、約束しちゃうと、あの、俺、送らないし、トラブルになるから、無理、無理、無理。抱いてないでしょ。捨て頃のチケットね、今ね、もうプレミア化してるから、自分で取って、俺、そういうチケット売るとかめんどくさいのやんないから。え、でもさ、でもね、ノルマさあるでしょ、出場者。俺はそれ断ってんの。あ、いいのそれ。ダメでしょ。本当はダメなんだけど、買わなきゃ。チケット、うん、トラブル多いから、俺アスペだから、うん、リスナーさんに届けなかったり金だけもらっちゃって忘れたりとか、トラブルになるの分かってるから、うん、それもう弁当さん一括でやるって契約になってる。うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。だから弁当さんが管理してくれるっていう。でもさ、置くのめんどくさいよね。そう、置くのめんどくさいし、ね、そうそうそう、直でもう直でイベンターなんだからやれよっていう、うんうん、ギャラ低いんだからっていう。じゃあ2回目 KP、はい、KP KP 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 あやこちゃんスゴロ出たら無双できるよ、強いよ絶対、ハートが強いから負けないね、うん、女配信者では負ける人いないと思う。あ、本当に美味しい、ここの、うんするわけないじゃん。ないじゃんね。何言ってんのよね。お、イクシロ 0.25 円。サンキュー。イクシロかわいいね。かわいいよ。なんか、なんだっけ、さっきのもう一人いるじゃん。なんだっけ、あ、変子。ね。変子は腹立つけど、イクシロさんはかわいいね。わかる。なんか、憎めない感じ。変子さ、いなくなった急に。ね。だから、他のアカウントでも同じようなことやってんのよ。うん、多分。変子、うん。変子は多分ね、他のアカウントで。そうそう。同じ顔をさむ。違う人のところ行ってるかもしれない。お、KP ありがとう。あ、KP10 個ありがとう、うん。いいね。うつのみこ。こう買ったお薬。面白いよね。いいね、うん。よく考えるような面白い名前。あ、そう。ね、和藤さんもなんでさ、和藤なの。俺は、うん、あのね、じゃあこれね、理由があって、うん、本当は最初ね、これ初めて話すよ。うん、プロダクションついてたの俺。で、うん、それの一環として配信やるっていうことになって、これ一回も話したことないんだけど、うん、で、あの仏教とか詳しいから、うん、なんかそういう、ね、あ、KP100 個KP100 個すごい、ありがとう KP100 個ありがとう、ミーナちゃんありがとう、ありがとう、ミーナちゃん、いいリスナーさん、ね、で、
あのなんかどういうブランディング、もう遊びながらやってる会社で、うん、でどういうブランディングで、うん、あの配信とかそうネット活動やっていきましょうってなった時に、うん、どのポジションが芸能界に空いてるかみたいな話になったんですよ、うん、でそしたら織田武道って面白かったよねっていう話になったんですよ。ああの霊能力があって、うん、でもなんかキャラクターが尖っててみたいな、じゃあ織田武道っぽい名前にしましょうってっていう悪ノリから和の龍樹っていう名前で和の道ですっていう、うん、で仏教を語るっていうキャラクターでちょっとネットを遊んでみませんっていうのの名残で和道だったの。あ、そうなんだ。そう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 。契約っていうかその友達の会社であのそのタレントと俺のこと買ってくれってでタレント力あるからっつって途中で離れちゃうんだけどその人は。そういうね名残があったの実は。だから和道っていう名前に意味はない。なんか織田武道っぽいよねみたいな。そういう悪ノリからつけてる。だからその仏教を語ったりとかその宗教を語ったりっていうキャラクターが名残で残ってる。なんでかな。ひどいねそれは。でも愛子ちゃんのネーミング良かったよね。定着しやすかったしすぐ覚えてもらえるの。愛子って名前ね、まあね、どこにでもいる名前、うん、だからね、リスナーでも親しみやすいよね。ね、愛とかさ、愛子とかいっぱいさいるから、うん、いいよ、どうでも不況の人いちいちもう誰がどうだとかも知らないよね、そんなね。もう人人ほんと どうでもいいよっていう。どうでもいいんだもん。私のなんかでコメント関係してる人だったらね書きやすいみたい。いやいやね、やだよね。いちいち誰がそう誰がいる今そう花火300個投げられたとかさ500個どうでもいいよどうでもいいよね。いいからもうなんで知らないよって話、ね、うん、だからなんか塾長が爆投げしてるとか誰だとか知らないよ。そういう話はオフ会でしましょう。酔っ払ってるからって掘り出そうとしてもダメ、言えない。あの今仕事で関わってる人たちの話は言えないです。ごめんなさい。オフ会で聞く分にはいいけど、あ、初見さんいらっしゃい、あ、いいね、ジッポ。でもあの覚悟しておかないといけないのはオフ会で話す話とかはあのペラッたり雑談タヌキ書いたらもう特定すぐできるからダメよ。あの俺がオフ会で話す話は本当にタブーだから。まあ、今お仕事でつながってる人のなんかダメになるようなことは言えない、うんうん、そう。え、イクシロブロックしないよ。かわいいよね、こういうところかわいいよね、イクシロ、うん、そう、イクシロてかね、いいリスナーさんだな。ね、イクシロの、ね、仕事がすごいの、ね、ひよこの男女のね、性質を比べる仕事やってあれ、高級鳥なんだよ。うん、そうみたいな、そう本当なのかな。違うと思うんだけど絶対嘘だよね。うん、横鑑定士でしょ。そうしかも国家資格かなんかなんじゃなかったっけあれ。でもそのバイトを辞めたんだよね今なんだっけ今なんだっけ設定があるなんかの風向きを監視するなんかバイトなんだっけ後ろ今のバイト今のバイト何なんだなんかのさ風車じゃなくて なんだっけね後ろ今何のバイトしなきゃなんかのさ監視いいな。なんかのさ監視するバイト。なんだろう。なんだっけ行くしろ。そうひよこの男女を鑑定するバイトしてますとか言って。本当かよとか思っちゃう。プロリスだプロリス。うん、和道オフ会はあの本当に病人が集まるから。ああアドバルーン。アドバルーンの何アドバルーンアドバルーンの風向きをなんか確認するなんか監視するバイトとか言ってなんかいいよねこういうリスナーさんいいよね、うん、なんかもっと大丈夫なもの、うん、なんだろうはいえいやいやなんかチカチカしてたんでライトが大丈夫ですかねマスターねここにねあるといいなって感じねライト、うん、ライト、うん、この上そうああいいなぐらいで。でもほらここがさ明るいから。そっちが明るいんだよ。
そう、ね、全員病人だよ、うちのリスナーは。心に何か闇を抱えてる人が集まる。でもみんなそうじゃない、配信者もリスナーも。そうだよね、結構そうそうそう、ね、メンヘラ、メンヘラだよ、多いよ、メンヘラ多い、うん、だネットにね、居場所があるっていうのはいいよね、うん、そうだね、昔だったらね、うん、なんか開かずの間のなんかさ、うん、閉じ込められてるんでしょ、ニートとか、うんうん、明るくなったね、明るい、うん、いや漏れてる、うん、あ、アグリンいらっしゃい、またサムネ変わった、うなちゃんマンが言ってたよ、あ、アグリン、サムネがコロコロ変わるやつはメンヘラだ、あほんとしょっちゅう変わる人変えるよ ね、 よね、しょっちゅう深夜っちも変わるでしょ、深夜っち変わるね、よく変えるよ、私もメンヘラ、これ私の、え、そう何の写真これ、これ、うん、これね、サンタコースしてる時期外れのサンタコース、黒赤だよ、ちょうど見切れてて見えない本当だ本当だ時期外れのサンタコース、時期外れサンタ、サンタコースしてた、でもメンヘラって何なんだろうね、ね、なんかメンヘラがどんどん定義が広くなってってる気がするんだよな、メンヘラって何とかのメンタルヘルスクリニックだから精神診療内科みたいなのの掲示板から来てるんだよね、うんうん、あ、月一応変えるようにしてるのわざと、うん、アグリン、アグリンとも一回会ったきりだわ、あ、そう、あのどれのさ、オフ会、あ、まだ、あ、私が俺を配信始めて1週間、うん、あの日に会った以来だ、ツバニャン来ないのかな、どうなんだろうね、ね、ツバニャン合流するのはその流れでね、ここで別れてね、うん、あれだけど、で明日また会おうでね、うん、分かんないね、うん、あれじゃん、タイトル変えて、あの次枠のタイミングでさ、スバニャンにもう突撃しちゃえばいいんじゃないの、うん、あれこそ、うん、そしたら閲覧引っ張れるんじゃない、でもタイプ早っ、でもこれさ、さキツネなんだよ、 LINE じゃダメなの、電話かけるとか、うん、でもさ、スバニャンもう1台しか持ってない、あ、めんどくせえな、うん、スバニャンもう金梅もそうだよ、1台しか、まあ見ないだろうな、こうやって見ないだろう、ね、じゃあ約束してツバニャンからアイコちゃんに絡みたいって連絡来てんだよ、事件どうなった、いや逃走中でしょ、まだわかんないけど、そこだよ現場、カラパン、閲覧盛り上がる方に行ってんだけど、あやこさん乗り込んじゃえばいいんで、引っかき回していけないよ、約束破んなこの野郎っつって、うんうん、気持ち悪い、この見方じゃない、パッとあいいことか書かないと伝わんなくない、あ、はい、コメントが、ね、流れちゃう、ダメなの、
だからタイトル書いてこっちから あと7分出ないと無理や、うん、あと7分でさ、出るんだ。あ、そう、うん、閲覧モンスターだ。うん、今何時、もうこっち枠1回切ろうかな。もう確定でしょリスワン、こっちのは、うん、じゃあこっち切るわ。リス、あの、皆さんありがとうございました。僕ね、明日シルバーのスタジオから多分配信すると思います。シルバーのスタジオから、僕は今日はこれで最後の放送になります。皆さんありがとうございました。愛子ちゃんの方で枠は続けるんで、まだ飲んでくんで愛子ちゃんの枠集合で。お疲れ様です。ありがとうございました。